アローズ A19 は、アローズが1998年の F1、世界選手権3専用に開発したフォーミュラワンカーで、ジョン・バーナードが設計した。チーム2年目のペドロ・ディニスと、ジョーダンに移籍したデーモンヒルに代わって、ティレルから移籍してきたミカサロがドライブした。トップチームを渡り歩いてきたバーナードが、中堅チームのアローズで手掛けたマシン。設計作業は、バーナードや、 マイク・コフランが在籍する B3 テクノロジーズで行われた。もともとこの施設は母国イギリスでの仕事を好む彼がフェラーリ在籍時に開設したデザインスタジオだった。しかし、アローズとの関係は短期間で終わり、バーナードはプロストの技術コンサルタントに就任した。バーナードはコークボトルラインをはじめとして、 個性的なサイドポンツーンのアイデアを発表してきたが、A19 では、ポンツーン後部側面を切り落として、ラジエーターの排熱ダクトを開口した。他には、カーボン製のギアボックスケーシングが特徴である。カラーリングは、前年の A18 の青白から、黒一色に様変わりした。エンジンは、ヤマハとの2年契約を解消し、トム・ウォーキン賞が、ハートエンジンを買収し、 アローズエンジンに解消して搭載した。アローズは1977年の BRM 以来の自制エンジンを搭載したイギリスチームとなった。しかしながら、ハートの予算は他の主要コンストラクターに比べると10分ではなく、車の開発は思うように進まなかった。A19 はシーズンを通して信頼性が低く、出走レースのほとんどがリタイアに終わった。 しかしながら、モナコ GP ではサロが4位、ディニスが6位と2台とも入賞を果たす。エンジン出力が、それほど重要でないサーキットでは競争力を発揮し、シャジーの蘇生の良さを証明した。その後もリタイアは多く、ディニスがベルギー GP で5位に入ったのみであった。結局チームの獲得ポイントは6となり、コンストラクターズランキング7位でシーズンを終えた。ありがとうございます。